海外赴任も2年目か。早く日本に戻って里子と暮らしたいよ。結婚して1年と少しで海外赴任だったからさ。それだけユージが優秀な人材だってことでしょ。誰でも海外赴任ができるわけじゃないんだから、そこは嘆くんじゃなくて喜ぶべきでしょ。それはそうなんだけどさ。アニメスカッと生活。俺の名前はユージ。今回は妻である里子の話です。こちらがその里子。俺は結婚して1年と少しで海外赴任を言い渡されたんです。海外で働けることは俺の夢でもあったので嬉しかったんですけどね。だけどこのタイミングで海外赴任は心から喜ぶことができなかったんです。だけど海外赴任をして2年、あと少しで日本へ帰ることができるはずと考えていたんです。けどまさかあんなことになるなんて思っていなかったんです。それでは里子とのやりとりをご覧ください。里子、そろそろ日本に戻ることができそうだよ。本当に？いつ決まったの？まだ本決まりじゃないんだけどね。近々大きな話が出てくるだろうって噂があるんだ。多分日本に戻れるんじゃないかなって勝手に思ってる。それで日本に戻ってくる話じゃなかったらぬか喜びになっちゃうじゃないの。だけどさすがにもう2年だし、そろそろ日本に戻る話があってもおかしくないだろうなって思ったんだよ。まあそれもそうだね。こんなことを言ったら仕事を頑張ってくれているユージに悪いなって思うんだけど、私もユージが日本に戻るって話だったらいいなって思ってる。私だって早くユージと普通に一緒に暮らしたいからね。この言葉を聞いて俺はどれだけ里子がこれまで寂しい思いをしていたか分かったような気がします。里子はあまり言葉にしないので、俺は彼女の気丈さに甘えていたのでしょう。だから早く日本に戻れるといいのにと考えていました。だけど予想外の出来事が起こってしまったんです。それは会社の倒産でした。業績が多少悪くなっているという噂は聞いていたのですが、まさか倒産するほどだったなんて予想していなかったんです。日本に戻りたいという願いはありましたが、まさかこんな形で帰ることになるなんて。倒産が決定した時、俺は里子にすぐ連絡をしました。里子も驚いていて、それ以降は少しギクシャクしてしまうようになりました。そして帰国した日、久しぶりの自宅に戻ると家の中はもぬけの殻だった。リビングのテーブルに置かれていたのは離婚届と、仕事のないやつは用なし、離婚よと書かれたメモだけだったんです。慌てて俺は里子に連絡をしたのですが。仕事がなくなったあんたと結婚していて何のメリットがあるっていうの？そんな、俺のことは愛していなかったのか？それなりに収入があるあんたは愛してただけ。あんたがいない間は気楽だったのに、ずっと別居婚状態でよかったのに。俺が早く帰ってくればいいって言っていたじゃないか。そんなのリップサービスよ。誰だって気楽に過ごせる方がいいに決まっているじゃない。そんなお世辞を真に受けていたっていうの？本当にあんたって笑わせてくれるわね。そんな、俺はこれから里子と力を合わせてやっていくつもりだったのに。ふざけないでよ。私一人養えないあんたと一緒に暮らすなんてまっぴらごめんよ。俺はこれまで何のために頑張っていたんだ。里子と幸せになるために仕事を頑張っていたのに。その仕事がなくなったからこんなことになったんでしょ。私とやり直したいならそれなりのところで働きなさいよ。まあ倒産するような会社で働くおまぬけさんだから、収入のいい会社で働くことなんてこの先無理でしょうけどね。こうして俺と里子の結婚生活は終わりを告げました。まあ結婚生活といってもほとんど一緒に暮らしていなかったので、結婚生活が崩れたという実感さえ湧かないのですけどね。結局俺は会社と里子に捨てられてしまったんです。俺をどん底に突き落とすには十分すぎることばかりでした。だけど俺にだってプライドがあります。このままで終わるのは嫌だったんです。だからがむしゃらに仕事をしたんです。そして俺の努力が認められて、それなりの地位を手に入れました。会社を起こして多くの人に知られるほどになったのは、俺が里子と離婚をしてから5年が過ぎていたんです。そして里子はどこからか俺のことを聞きつけたのでしょう。厚顔無恥にも程があるなと呆れたものです。今さら何の用。俺と里子が離婚をしてから5年が経っているんだけど。あの時は昇進のあなたを捨ててごめんなさい。
私も突然あなたが働いていた会社が倒産したと聞いて気が動転していたのよ。へえ、そうなんだ。それで5年間気が動転していて最近元に戻ったから連絡をしてきたってこと？俺が成功をしているって分かったタイミングで？随分と里子にとって都合がいいタイミングだね。そんな意地悪なことを言わなくていいでしょ。私だって反省しているんだからやり直したいの。知ってる？反省している人って自分で反省しているとは言わないんだよ。自分で言ってしまうとどうしても反省していると思ってもらえないから。だから里子の言っている反省はただのポーズでしかないってこと。そんなことを言わなくていいじゃないの。私だって反省しているのに。だから反省って言われても困るんだよ。何をもって反省しているっていうわけ？里子は俺が成功していることを知ったからすり寄ってきただけだろ。ただでさえ里子に対していい感情を持っていないっていうのに、これ以上幻滅させるようなことをしないでくれよ。幻滅って、あなたは私のことが好きだったでしょ。結婚生活だってまともにしていなかったじゃないの。だから何？それで里子がしたことを許す理由にならないと思うんだけど。それは。それに俺が海外赴任をしている間浮気をしていたらしいね。俺と離婚をした後その人と再婚したらしいじゃないか。どうしてそのことを？バレていないはずだったのに。友達が教えてくれたんだよ。まさか浮気をしていたなんてね。道理ですぐ俺を捨てたわけだ。しかもその再婚すら里子の浮気で最近離婚になったそうじゃないか。慰謝料大変らしいね。いや、それは。5年経ってその間に謝罪すらないんだよ。浮気をしたこと、俺にあんなことをしたこと、それなのに俺が成功した途端に連絡を取ってくるって厚かましいよ。だから謝っているでしょ。ユージってそんなに根に持つ人だったんだ。根に持つに決まってるだろ。会社が倒産をしてどん底だった時に里子がとどめを刺したんだよ。許せるはずがないだろ。だからそれは悪かったって？里子は勘違いをしているみたいだけど、悪かったって言葉は謝罪ですらないんだけど。謝罪ってごめんなさいとかすみませんでしたとかそういう言葉だろ。悪かったって言葉だけでチャラにされたらたまったもんじゃないよ。じゃあどうすれば許してくれるの？どうすればユージは私とやり直してくれるの？日本語が通じてる？どうして許される前提でしか話さないんだよ。俺は許さないって言っているだろ。そんな。どうせ金に困っているから連絡をしてきたんだよな。友達から聞いてるよ。離婚後にホストにハマって借金を作っているって。知っていたの？友達から連絡が来たんだよ。お前の元嫁さん借金まみれみたいだから気をつけろよって。誰がそんな余計なことを。余計なこと？俺にとっては重要なことだったけど。けどその連絡がなかったとしても俺は里子とやり直すつもりはなかったけどね。どうして？私たちは結婚していたのよ。離婚しているじゃないか。それも里子が勝手に離婚届を置いて話し合うことすらしなかった。夫婦って支え合うものじゃないのか。それを里子は俺にとどめを刺したんだよ。そんな相手とどうやってやり直せって言うんだよ。どうせ俺がまた調子が悪くなったらさっさと捨てるんだろ。そんなことはしないから。一度したくせに二度目がないって言い切れるわけ？普通に考えてありえないよな。それは里子にとって都合のいい男を探して再婚でも何でもすれば、俺に関わらなければ里子が幸せだろうがなんだろうがどうでもいい。そんな、ちょっと待って。ちゃんと話し合いをしましょう。5年前話し合いをせずに離婚を突きつけてきたのは誰だった？自分がしたことすら忘れたのかな。いや、だからあれは私だって慌てていたからあんなことをしちゃったの。俺は里子以上に慌てていたよ。これからどうやって生活をしていこうかって、新しい仕事がすぐ見つかるかどうかも不安だった。何度も言うけどさ、そんな俺に里子は何をした？あんなことをしておいて俺には里子を助けることを要求するんだ。それかなり自分勝手だと思わない？それはきっと俺に連絡をしてくるくらいなので、よほど切羽詰まっているのでしょう。
だからといって俺が助ける理由にはならないのですけどね。友達は俺が里子に言いくるめられるんじゃないかと心配していたそうです。さすがに俺もそこまでお人よしではないのですけどね。友達が調べたことを聞くと、ホストのために借金を作れるだけ作って貢いでいたそうです。そこまで本気になれる相手がいるのなら俺に頼ってくるなと言いたいですけどね。どうやら親や兄弟にもお金を借りているようで、ほぼ感動状態だそうです。ねえ、やり直すことができないならお金だけでも貸してくれない？返してもらえないお金を貸すほど善人じゃないよ俺は。それに里子のホストに貢ぐためのお金なんて貸したくないから。どうしてそこまでひどいことが言えるのよ。私は一度あんたが愛した女でしょ。そんな相手が困っているのにどうしてそんなことが言えるの？いやいや、俺がされたことを考えたら当然じゃないの。どうして当たり前のように助けてもらえるって前提なんだよ。言っておくけど、今後連絡はしてこないでくれ。次にしつこく連絡をしてくるならこっちにだって考えがあるから。待ってよ、今回だけでいいから助けて。お願い、もうあんなひどいことはしないから。今後関わることがないんだから、ひどいことをしないんじゃなくてできないの間違いだろ。俺は地道に頑張って今の地位を築いた。里子も5年くらい真面目にすれば、そうすればちょっとは何か変わるんじゃないか。その後俺は里子をブロックしました。もともと里子から一度でも連絡が来たらブロックするつもりでしたからね。下手に最初からブロックして会社に突撃されるよりはいいかなと思っていたんです。それからの里子については友達が教えてくれました。別に知りたくなかったんですけど、友達が強引に教えてくるんですよね。里子は結局借金を支払えずに怪しいお店で働かされているようです。詳しいことは友達も知らないと言っていましたけどね。おそらくろくな人生にはなっていないでしょう。けどホストに貢いでいたという時点で先が見えていたようなものですけどね。そんなことにも気づけないんだから、ある意味里子と離婚できてよかったのかもしれません。それから俺は地道に仕事を頑張っていき、さらに会社の知名度を上げていきました。そして俺は交際していた女性と結婚をして一児の父になっています。里子のことがあったので女性との付き合いにトラウマがあったのですが、今の妻はとても優しい人です。この人となら一生一緒にいられると思わせてくれる人でした。ご視聴いただきありがとうございました。引き続き次の作品をご覧ください。お前また俺の妻と不倫をしたんだな。ああ、そういえば前もしたっけ。ごめん、今度こそ離婚になっちゃうかもな。絶対に許さないからな。俺の名前はケイゴ。今回は親友トールの話です。こちらがそのトール。トールは昔から頭が良くて今は弁護士をしています。俺は平凡なサラリーマンですが、弁護士をしているトールは俺の自慢でもありました。ただお互いの親友という関係に亀裂が入ってしまいました。そのため今は親友とは呼べない状況なのです。それではトールとのやりとりをご覧ください。トール、また俺の嫁と不倫をしたって本当なのか。近所の人がお前たちがホテルに入るのを見かけたって言ってきたぞ。ああ、2年前も俺の嫁と不倫したよな。その時にもう二度としないって約束をしたじゃないか。そんな昔のことなんて忘れてたわ。っていうか俺たちはもうそっちには戻らないよ。お前の嫁も俺と一緒に行くことになったから。一緒に行く？どういうことだよ。簡単に言えば駆け落ちみたいな感じ。もうお前の家もすっからかんだから。お前の嫁も結構鬼だよな。金目のものほとんど売り払って現金に変えてたぞ。ちょっとした家具とお前の服くらいしか残ってないから、まあこれから大変だろうけど頑張って。ちょっと待てよ、返事しろよ。実際に家に戻ると本当にもぬけの殻になっていました。置き手紙が一つだけあり、ごめんなとバカにするような内容でした。トールが働いていた弁護士事務所に連絡をすると、すでに退職していました。しかも給料を前借りしてそのまま退職したそうです。退職といってもしっかりと手続きを踏んだものではなく、いきなり来なくなって
退職届だけが事務所に送付されてきたと言っていました。弁護士でありながら、そこまでアウトなことをしたのかと思うと、トールは本気でこっちからいなくなったんだなと、ようやく現実のように実感することができました。妻が不倫相手であるトールと失踪して2年、俺はそれ以前の生活と変わらず仕事をしていました。妻が失踪したことで、ご近所さんからはいろいろと噂をされましたけどね。でも、俺が悪いわけではないので、深く考えないようにしていたのです。俺が普通にしていれば、近所の人も飽きて、妻の失踪を話題にしなくなるでしょう。ちなみに俺と妻は離婚済みなので、元妻と呼ぶべきですね。離婚して2年、俺は一人で暮らしていくんだろうなと思っていた時に、変化が起こりました。仕事から帰宅した時、玄関のドアノブに小さな紙袋が下げられていたのです。その中を見ると、一枚のメモと名前が書かれていました。紙袋を残したのは、トールでした。何？連絡くれたんだな。スマホを変えたみたいで連絡ができなかったからさ。だから、何の用なのかって言ってるんだけど。ごめん。2年前は俺、ものすごくバカなことをした。結局お前の嫁とも別れちゃってさ、結局一人になって俺何をしているんだろうって思って。いや、それを俺に言われても困るんだけど。っていうか、連絡取れないからってうちに物を置かれても迷惑だよ。それにもう俺は離婚しているんだから、お前と元嫁が続いていようと続いていなかろうとどうでもいいよ。あと、お前が俺にするべきことは一つだろ。え？慰謝料3000万円を支払うことだよ。は？お前、2年前じゃなくて、その前の不倫をした時に念書書いただろ。次に不倫をしたら、慰謝料3000万円を支払いますってやつ。ただの一筆なら問題ないんだろうけど、公正証書にしたって言っただろ。公正証書として残っている以上、お前は支払う義務があるんだよ。そう。2年前ではなく、その前の不倫で公正証書として残した念書があります。だから、トールは支払わなきゃいけないんです。俺もまさか、公正証書として残していたものを使う日が来るとは思いませんでした。トールは親友でしたし、元妻も一回の不倫ならやり直せるだろうと思っていたからです。だから、トールと元妻の距離を置かせれば大丈夫だろうと思っていたんです。でも、結局は同じことの繰り返しだったんですけどね。不倫が発覚した後、元妻の両親に連絡をして、慰謝料を立て替えてもらっています。きっと、元妻はこの2年で、両親から連絡があって返済を求められているでしょう。実際に、元妻が立て替えてもらった慰謝料を返済しているかどうかはわかりませんし、それは俺が感知するところではありません。だって、他人なので支払っていようがどうでもいいからです。それより、俺はトールから3000万円支払ってもらわないといけません。だって、約束をしていますからね。公正証書として残しているんだから、それがどれだけ重要なのかは、弁護士だからトールにもわかるはずです。3000万円なんて無理だよ。俺にそんな大金があるはずないだろう。トールも弁護士ならわかるだろ。金があるから慰謝料を払うってことじゃない。お前が不倫をしたから慰謝料を払うんだよ。不倫の時効は3年。まだ請求できるってことを忘れていたわけじゃないよな。それは。2年間何も言わなかったから、請求されるとは思わなかったとか？だとしたら、めちゃくちゃ俺のことバカにしてるじゃん。バカになんてしてない。実際にお前がバカにしているかどうかは聞いてないよ。俺から見てそう見えるってだけで、いつ支払ってくれるわけ？お前が支払えないなら、お前の親に言うしかなくなるけど、それでもいいわけ？それだけはやめてくれよ。親には心配させたくないんだよ。へえ、人の家庭はめちゃくちゃにしたくせに、自分の家族は守りたいって自分勝手すぎない？それはわかってるけど。わかってるなら、親に言いたくないとかわがまま言うなよ。自分で始末できないからこんなことになってるんだろ。結局、俺はトールの親に言うことにしました。昔からお世話になっていたので、
あまり言いたくなかったんですけどね。トールが二度も俺の元嫁と不倫をしていたことを知って、トールの両親は土下座をする勢いで謝ってきました。二年前にトールがこれだけ真剣に謝ってくれていたら、今頃は違った結果になっていたかもしれませんけどね。まあ、そうならなかったことを言ってもどうしようもないんですけどね。トールの親は、3000万円は難しいけど、払える分は支払ってくれるそうです。残りは今後トールが分割になりますが、支払ってくれるでしょう。そうやって、俺の家族をめちゃくちゃにして楽しいかよ。3000万円なんてありえないだろうが。そのありえない金額にしたのはお前だろ。それに、不倫しなければ支払う必要もなかったんだから。結局自業自得じゃないか。自分勝手な逆恨みをしないでくれよ。慰謝料の残りは分割でいいけど、支払いが滞ったら一括請求するから。お前、そこまで金に汚いやつだったんだな。何とでも言えば、俺はお前から責められるようなことはしてないから。俺は弁護士もできなくなったんだぞ。いや、知らねえよとしか言えねえわ。どうせそれも自業自得なんだろ。前の弁護士事務所で金を借りて、そのまま逃げたらしいし。それは。俺が知らないとでも思ったわけ。お前のことは弁護士事務所からも連絡が来ていたんだよ。俺だって慰謝料を支払ってもらっていなかったから、知らないとしか答えられなかったけど、きっと、お前が弁護士をできなくなったのはそのせいじゃないか。詳しくは知らないけど、聞きたければそっちに聞けば。俺に弁護士ができなくなったとか言われても困るわ。むしろ、もうお前とは関わりたくないんだよ。慰謝料のことも解決したし、もうやりとりはしないから。別にお前もそれでいいだろ。これ以上俺たちがやりとりをすることなんてないんだから。待ってくれよ。俺、お前に見捨てられたら。見捨ててるよ。お前のことなんて、2年前の不倫じゃなくて、その前から見捨ててるよ。もうお前のことを親友とは思っていないから。勝手に俺のことを頼りにされても困るよ。だって、どうして友達でもない奴を助けてやらないといけない？まさか、今がどん底だとか思ってる？被害者の俺にしてみれば、もっと地獄を味わえよと言いたいけどね。まだまだ甘いよ。俺に許してもらいたいなら、もっと地獄を味わってからにしてくれよ。仕事をなくしただけで、親から助けてもらっているだろ。俺が味わった絶望は、今のお前みたいなもんじゃなかったぞ。俺はそれから返信をしなくなりました。慰謝料の支払い以外にやり取りをすることはないからです。その後、俺は携わったプロジェクトが大成功して出世しました。おかげで本社勤務になれたのでよかったです。それからのトールは、実家近くのスーパーで働いていると聞いています。弁護士として仕事をしようとしていたらしいですが、不倫やお金の借り逃げなどの噂のせいで雇ってもらえなかったそうです。まあ、普通に考えて不貞をした弁護士に弁護してもらいたいとは思いませんし、本当に大丈夫なのかって思ってしまいますし、俺にとってはどうでもいいことなので、トールの近況なんて知りたくありませんけどね。元嫁は友人の話では、男性に騙されて借金を背負わされたそうです。実際に本人に聞いたわけではないので、嘘かもしれませんけど。元嫁が同情を引こうとして友人に頼んでいる可能性だってありますから。俺はもう、元嫁にもトールにも関わらないようにしたいです。だって、あの二人に関わってもいいことなんてありません。俺の人生が大変になるだけです。それから、俺は仕事に没頭しました。そのおかげで、年齢の割に、いい役職に就くことができました。これからも大変になるかもしれませんが、自分の実力がどこまでできるかを試してみようと思っています。ご視聴いただきありがとうございました。引き続き次の作品もご覧ください。お姉ちゃんの旦那さんもらっちゃった。慰謝料はちゃんとあげるから離婚してくれる？どういうこと？だからお姉ちゃんの金持ち旦那は私がもらったって言ってるの。は？私の名前はしおり。今回は妹みゆきの話です。こちらがそのみゆき。みゆきは4歳年下であり、姉の私から見ても可愛いです。みゆきは自分の可愛さを理解していて、それをうまく利用しています。
そのせいで姉の私がどれだけ損をしたのか数えきれないほど私はみゆきに利用されてきました。でもまさかあんなことになるなんて。それではみゆきとのやりとりをご覧ください。お姉ちゃん先に謝っておくね。は？ごめんね、お姉ちゃんの旦那さんもらっちゃった。は？だからお姉ちゃんの旦那さんと不倫したって言ってるの。信じたくない気持ちはわかるけど、ちゃんと話を聞いてよ。じゃないと次の話し合いに進めないでしょ。次の話し合い？離婚に向けて話し合いをしてもらいたいんだよね。ほらお姉ちゃんだって不倫をした旦那さんって嫌でしょ。お姉ちゃんと離婚した後、私が妻になろうと思って、慰謝料もちゃんと払ってあげるよ。お姉ちゃんはあんまり可愛くないし、再婚できるかもわからないから、2000万円くらいは慰謝料として渡してあげるよ。私の旦那になる人はお金持ちだし。あ、お姉ちゃんの方がよく知ってるよね。だって彼は資産家の息子でしょ。会社の跡取りでもあるみたいだし、私ってばそのうち社長夫人になっちゃったりして。あはは、ごめんね。お姉ちゃんが必死に捕まえたセレブ男を私が奪っちゃうことになっちゃって。またなの？え？またって何が？またみゆきは私の大事な人を奪うの？昔からそうだったよね、私の彼氏を奪ったりすることばかり。だってお姉ちゃんのくせにいい男と付き合っているなんてちょっと許せなかったんだもん。そんな理由？そんな理由でこれまでも今回も私の大事な人を奪ったって言うの？まあそれもあるんだけど、なんていうか暇つぶし？え？私が略奪すればお姉ちゃんっていい感じになってくれるの。絶望っていうか見ていて楽しい気分にさせてくれるんだよ。だからお姉ちゃんの好きな人とか奪うのが趣味だったんだ。ごめんね。でもいつもみたいに許してくれるよね。だって私はお姉ちゃんにとってたった一人の妹だもん。許してくれるでしょ？お姉ちゃん許してくれるよね。これがみゆきの口癖でした。両親もお姉ちゃんなんだから我慢できるでしょと何度も言っていて、私は我慢しなきゃいけない存在なんだと子供ながらに思うようになりました。そのせいか両親の言葉をみゆきも覚えて真似するようになったんです。それからは私にとって地獄と言ってもいいかもしれません。お姉ちゃん許してくれるよねの言葉のせいで、私はいろいろなものをみゆきのために我慢をしてきました。お姉ちゃんと呼ばれるたびに胃が痛くなったこともあります。それほど私にとってお姉ちゃん許してくれるよねという言葉は呪いのようなものになっているのです。いくら何でも許してもらえることじゃないでしょう。本気で許してもらえると思っているなら神経疑うよ。でも仕方ないじゃん。お姉ちゃんの旦那さんも私の方がいいって言ってるし、お姉ちゃんが許さなくてもどうにもならないんだよね。その辺わかってる？そうだね。旦那が不倫をした以上私は離婚するよ。ただしけじめはしっかりつけてもらうから。慰謝料なら2000万円くらい渡すってば。それくらいしてあげないとお姉ちゃんがかわいそうだし。だから安心してね。もうあんたのことは妹とは思わない。あんたのことをかばってばかりの両親もいらない。絶縁するつもりでいるから。別にいいよ。お姉ちゃんがいたからってどうにかなるわけじゃないし、むしろお姉ちゃんの方が孤独まっしぐらじゃない。私たちと縁を切っていいの？別にいいよ。あんたたちがいても私が不幸になるだけだから。むしろ不倫する旦那と一緒に足を引っ張る家族も捨てられるんだから、私にとっては良かったことだと思うようにする。強がり。まあ別にいいけどね。私はこれから幸せになるから。それから離婚まではスムーズでしたね。慰謝料も旦那は不倫のことで申し訳ないと思っていたらしく、財産分与などと合わせて2000万円ほど渡してくれました。私としてはこれで満足なので、そのまま県外に引っ越して家を借りました。新しい土地で生活するのは大変でしたが、親や妹がいる地元で暮らしたいとは思わなかったんです。だからちょうど良かったのかもしれません。同じ職場の人で仲がいい人もできて、毎日が充実しています。離婚前は専業主婦だったので、こうやって働いたり友達と一緒にいたりという開放感がなかったので、とても新鮮な気持ちです。けど離婚してしばらく経った後にみゆきから連絡が来ました。お姉ちゃんどういうこと？は？どうしてお姉ちゃんの旦那さんが跡取りじゃないと教えてくれなかったの？いや、わざわざ言う必要ある？
それにある程度お金は持っているんだからいいじゃない。お姉ちゃんへの慰謝料の支払いでほとんど残ってないの。思っていたよりもお金がなくて贅沢ができないんだから。それを私に言われても困るんだけどね。自分たちで何とかしたら。私はもう離婚しているし、あんたとは絶縁しているんだから。絶縁って言っても法的なものはないでしょ。お姉ちゃんと私が姉妹だってことは切るに切られない縁なの。だったら何。私が付き合いたくないって言ってるんだからいいでしょ。これ以上迷惑をかけないでくれる。あんたもそれなりにいい年した大人なんだから。会社の跡取りは弟だって言われたのよ。私将来の社長夫人だと思っていたのに。勝手に勘違いしたあんたが悪いでしょ。今更私に何かを言おうとしないで。慰謝料返してよ。は？私たちにお金がないんだから返してよ。どうしてお姉ちゃんばかりお金を持っているの。ふざけたことを言わないで。これ以上しつこいなら叱るべき対応をすることになるけど。ずるいじゃん。私なんてお金持ちになりたいのに。だったらそういう男を探せば。私に文句を言う暇があればそういう合コンでも何でも行きなさいよ。これまではあんたのわがままを聞いてあげていた。でも私の家庭を壊した時点であんたはもう私の敵。これ以上関わらないでくれる。あんたに関わっている1分1秒って時間がもったいないから。実の妹に対して厳しい言葉かもしれません。でも私の幸せをことごとく壊す妹なんていりません。両親も将来の介護のことなどを私に任せようとしていたらしく、ご機嫌伺いのようなことをしてきます。でも介護ならみゆきにしてもらいなさいよとだけ答えておきました。いいところはすべてみゆき、面倒なところは私なんて役割を押し付けないでほしいです。両親自体もみゆきが介護をしてくれるとは思っていなかったんでしょうね。私が拒否すると分かりやすく動揺していましたから。お姉ちゃんなのにと母は狂ったように言ってきましたが、姉だからなんだというのでしょう。私はみゆきの姉ではありますが、私の人生があります。それをぶち壊されたのに、どうしてみゆきや両親の都合のいいように動かないといけないのでしょうか。みゆきの自分勝手さは両親が甘やかした結果でもあるでしょうけど、両親の自分勝手さを受け継いだような感じでもあります。別にもう関わるつもりはないのでどうでもいいですけどね。両親もずっとみゆきと一緒にいれば分かってくるんじゃないでしょうか。みゆきの自分勝手さがどれだけ人を振り回すのか、どれだけ嫌な気持ちにさせるのかということを。お姉ちゃん助けてよ。お父さんもお母さんもずっと怒ってばかりで居心地悪いの。だから何。これまで甘やかせてもらっていたんだから、これからは多少厳しくしてもらえば。それに私は今のみゆき以上に苦しい思いをずっとさせられていたの。みゆきのわがままのせいでね。悪いけどもう二度と連絡してこないでね。血のつながりはあるけど、みゆきのことも両親のことも他人としか思えなくなっているから。その後みゆきの返事を待たずにブロックしました。ブロックしただけでは心配だったので、スマホを契約し直して、新しい番号などはみゆきや両親には教えていません。きっとこれからは今まで以上にややこしいことになると思ったからです。私はこれまでみゆきや両親のために自分を犠牲にしてきました。だからこれからは自分の人生を歩んでもいいはずです。そのために必要なこと、それはみゆきと両親を切り捨てることでした。これまで十分尽くしてあげたんだから、もうそろそろ解放してくれてもいいでしょう。だからもう連絡が取れないようにしたんです。薄情だと思われるかもしれませんが、私は両親の葬儀にも出席するつもりはありません。それほど私は両親に対して失望しているんです。みゆきに対してもですけどね。ちなみに私が絶縁してから数年後、みゆきは実家のお金を持ち出して家を飛び出したそうです。ただそれも全部ホストに貢いで終わりだったそうですけど、知人から聞いた話なのでどこまでが本当なのか分かりませんが、全てが嘘ということもないでしょう。これから先蓄えもない両親は生活に困るでしょうね。みゆきもきっといろいろと困る生活になるでしょう。私を苦しめたんだからどん底まで落ちてしまえばいいと思うのは性格が悪いでしょうか。まあもうどうでもいいかなって気もしますけど、私はあの人たちがいないところで幸せになりますから。ご視聴いただきありがとうございました。引き続き次の作品もご覧ください。ねえ、いい加減浪費癖を直してくれない？子供のためにも貯金とかしていないといけないでしょ。はあ？俺が稼いだ金をどうやって使おうと勝手だろ。
俺が稼いだ金って、私だってパートで少しは稼いでいるのに。私の名前はトモコ。今回は夫、翔也の話です。こちらがその翔也。翔也は結婚前から浪費癖が気になる人でした。でも、子供のためなどで少しずつ改善してくれるだろうと思っていたんです。でも結婚から5年、まだ子供はいませんが、夫の浪費癖は改善どころか年々悪化しています。それでは、翔也とのやりとりをご覧ください。ねえ、浪費癖を何とかしてよ。本気でお金を貯めていかないと、子供だけじゃなくて、私たちの老後だって危うい感じになっちゃうよ。老後って、まだそんなの考える年齢じゃないだろ。それに、稼いでるのは俺じゃないか。俺が稼いだ金を使って何が悪いんだよ。確かにあなたのお金で生活している部分はあるけど、私だってパートで稼いだお金を家計に入れているのよ。自分のために使うお金なんて残らない。それなのに、翔也は自分のための散財をやめないじゃない。だって、それは智子がしたいことだろ。はあ？俺が家計に金を入れてくれって言った？智子が家計に入れるって金の使い方を選んだんだろ。それなのに俺を責められても。あなたが渡す生活費は1ヶ月に2万円。これでどうやって生活をしろって言うの？光熱費だって支払ってくれないじゃない。家に関するお金は出してくれないじゃない。そう言われてもな。俺は仕事でほとんど家にいないし、光熱費を使ってるのは智子だろ。だったらお前が払うのが当たり前じゃん。仕事から帰ってきて夜中までテレビを見ているのは誰？見ながら寝て朝方までつけっぱなしの無駄な電力を使ってるのは？いや、たまにじゃん。たまに？翔也のたまには週に4回でもたまにってなるの？一つだけ言っておくわね。あなたが自分の稼いだお金を使えているのは私のおかげなの。私が光熱費とか家賃とか賄っているから散財できているの。私の犠牲の上に好き勝手できていることを覚えておいて。そこまで怒らなくていいじゃん。だったらお前も好きに使えば？もうこの人とは話しても無駄だと思いました。私が払わなかったからといって翔也がお金を出してくれるわけではありません。まさかとは思いますけど、翔也の中ではお金って無限に湧いて出てくるものだとでも思っているのでしょうか。だから自分のお金は自分のものっていう考えになるのでしょうか。さすがにもうこんな自分勝手な男を養うことに疲れてしまいました。だから両親に事情を話して実家に戻ることにしました。翔也が仕事をしている隙にある程度荷物をまとめて実家に送りました。そして私が帰ってこないことを不思議に思ったのでしょう。夜中にメッセージが届いたのです。心配しているならもっと早くに連絡が来るはずです。それなのに翔也からの連絡が来たのは夜中の4時でした。メッセージを送る時でさえ相手が寝ているのかもという気遣いなんてできない人なのかと思うと、どんどん愛情が冷めていくのを感じました。今どこ？おい、返事しろって。今何時だと思っているの？心配してるんだろ。その割には夜中の4時になるまで連絡してこなかったんだね。一度寝て、それでも私が帰ってきていないからちょっと焦ったってこと？翔也にとって私はその程度なんだね。ちょっと幻滅だよ。いや、そういうわけじゃないよ。それでいつ戻ってくるんだ？戻らないよ。翔也とは離婚するつもりでいるから。は？離婚？そうだよ。今までのうちに離婚しておけばよかったって思ったよ。ふざけるなよ。離婚したら誰が生活費を払うんだ？え？お前が払わないと俺が使う金が減るだろう。ふざけたこと言ってないでさっさと戻ってこい。あなたにとって私はただのお金を払うだけの存在だったんだね。愛情さえもなかったんだ。当然だろ。じゃなきゃお前みたいな地味女と結婚するかよ。お前は俺のために生活費を稼いでいればいいんだ。そのうち飽きたら解放してやるよ。ま、散々食い物にしてからだけどな。それを知って私が言うことを聞くと思う？あなたのご両親や私の両親に言うとは思わないの？お前にそんな度胸はないだろ。ずっとバカみたいに生活費を稼いでいたんだから。残念ね。このやりとり、あなたのご両親も見ているよ。はあ？今後のことも含めて、あなたのご両親に私の実家に来てもらっているの。だからリアルタイムで、あなたと私のやりとりを見ているんだよ。なんだと？
私だけの話では義父母は信じてくれませんでした。それもそうですよね。義父母の前ではいい息子、いい夫を演じていたんですから。私が生活費を稼いでいることも、毎月2万円のみの生活費しか渡されないことも信じてくれませんでした。でもさすがに自分の息子が言った言葉では信じるしかないようですね。何度も義父母は謝ってきましたけど、私の両親が許しませんでした。これまで散々食い物にしてきただけではなく、私の言葉を信じずに逆に私を悪者扱いしてきたから、両親の怒りも当然でしょう。義父母にとって翔也が大事な息子であるように、私の両親にとっても私は可愛い娘だと思ってもらえています。娘が苦しい思いをしているのに、助けてくれない家に嫁がせたままなんて冗談じゃないと、父が激怒して、夜中にもかかわらず義父母を追い出してしまいました。そしてもう私には、あんな家に戻るなと言ってくれたのです。怒ったような言葉でしたが、父の愛情を感じることができて、涙が出てきました。おい、話し合いをしたいから戻ってきてくれよ。父さんたちからもちゃんとやり直せって言われてるんだ。お父さんから言われているからやり直したいの？本当にあなたって妙なところでごまかすことができないんだね。そこはせめてお父さんに言われたからじゃなくて、自分が悪かったとでも言えば印象が変わるのに。嘘だとしても自分が悪かったなんて言いたくないんだ。本当にプライドだけが高い呆れた男。頼むよ、来月からは生活費もちょっと多めに渡すから。多めに？これまでがありえないくらい少なかったのに。それにどうせ翔也のことだから一時的なものでしょ。時間が経てばまた同じことの繰り返しよ。同じことを繰り返すと分かっているのに、私が翔也とやり直すはずがないでしょ。そんな、お前とやり直さないなら感動だって言われてるんだよ。だから何？どうしてあなたのために私が我慢をしなきゃいけないわけ？誠実さのかけらもないあなたとやり直すなんてまっぴらごめんよ。離婚に応じてもらえないなら裁判でも何でもするつもりだから。裁判？そうなるとあなたの会社の上司や同僚にも知られるかもしれないね。外ではいい顔をしていたくせに、実は生活費もまともに渡さない男だったってバレるんじゃない？翔也にとって周囲にバレるのが一番困るはずです。プライドの塊みたいな人ですからね。案の定裁判を匂わせると離婚を否定するようなことは言わなくなりました。よほど周囲に知られるのは嫌なのでしょう。ただすでに知られていますけどね。どうやら噂好きの人に離婚間近ということを聞きつけられたそうです。そのため会社では翔也の本性が一気に広まったのだとか。お前が言いふらしたんだろう。お前のせいで会社に行けなくなったじゃないか。何でも私のせいにしないで。知り合いから聞いたよ。あなたが私のことを愚痴ってるところを会社の人に聞かれたって。だったらあなたのせいでしょ。何でもかんでも私のせいにしないで。あなたのご両親に知られたのもあなたが迂闊なことを言うから、会社の人に知られたのもあなたが人に聞かれる場所で愚痴を言うから。私に悪いところはある？全部あなたのせいじゃないの。いい大人なんだから子供みたいに何でも人のせいにするのはやめたら？うるさい。とにかくもうあなたとはやり取りするつもりはないから、これからのことは弁護士を通してちょうだい。はあ？あなたは調子に乗りすぎて私を怒らせたの。私がおとなしいままの女だと思っているなら大間違いよ。ちなみに私がこれまで受けていた苦しみに対しての仕返しはするから。その後私は翔也をブロックしました。そして仲人をしてくれた彼の上司のところにお邪魔したんです。これから離婚をすること、離婚に至るまでの事情などを全て話しました。仲人をしてくれた翔也の上司はとても愛妻家です。だからきっとこの話を聞いたら怒るだろうと思いました。ちなみに私は翔也の上司からは気に入られていました。どちらかといえば部下である翔也の言葉よりも私の言葉を信じるほどには。その後翔也とは離婚をしたのですが、結構厳しい状態が続いているようです。上司からは睨まれるようになり、他の社員からは噂が原因で遠巻きにされているのだと聞いています。私をないがしろにしていた翔也ですが、自分がないがしろにされる気分はどうなのでしょうね。まあこの程度でスカッとするほど恨みは浅くありませんけど、でもある程度翔也を貶めることができたのだからよしとしましょう。いつまでも翔也のような男のことを考えていても私が幸せになれません。だから私が幸せになるために翔也を忘れたいと思います。
今すぐではないですけど、翔也との生活を忘れられるほど幸せな夫婦生活を過ごしてみたいです。でもしばらくは一人がいいかもしれません。これまでは翔也に縛られっぱなしだったので、自分の好きなことができませんでした。自分の好きなことを楽しんだ後、その後のことを考えたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。引き続き次の作品をご覧ください。浮気した人が13人？ごめんなさい。その、ちょっとした遊び心のつもりだったの。もういい。怒りを通り越して笑えてきたよ。俺の名前は当時、今回は妻、アキホの話です。こちらがそのアキホ。俺とアキホは結婚して2年です。仕事が忙しいこともあって、結構寂しい思いをさせている自覚はあります。でも、だからといってあんなことをするなんて思いませんでした。怒りを通り越すなんてことを実際に体験することになるなんて。それでは、アキホとのやりとりをご覧ください。アキホ、俺に何か言うことはないか？え？アキホの不倫相手だって相手から連絡が来たんだ。会社にまで連絡をしてきて、離婚をしろと言われたよ。え？アキホは不倫をしていたんだな。その…仕事が忙しくて寂しい思いをさせていた自覚はあるよ。でも俺はできる限りアキホとの時間を取っていたつもりだ。それなのに不倫をするなんて。一体どこのどいつと不倫をしていたんだ？誰が連絡したのかわからないの。は？こんなことを言うと飽きられるかもしれないけど、その不倫相手は一人じゃないから。あ？一体何人と不倫しているんだ？その、怒らない？もうとっくに怒っているよ。その、13人くらいかな？は？これまで13人とじゃなくて、今現在13人と不倫してるってこと？そうだよ。ネットで知り合った人ばかりなんだけど、当時がいなくて寂しいなって SNS を始めたんだけど、そのフォロワーとかになってくれる人と会うのが楽しくなっちゃって。でももうしないから。当時を傷つけるようなことはもうしないよ。だいたい不倫って言っても本気じゃなかったし、寂しいから不倫をしただけっていうか遊び心で。つい。もういい、離婚する。え？本気じゃないから許されるとでも思ってんのか？13人ってなんだよ、13人って。さすがにドン引きだわ。男なら誰とでも簡単に会うってことだろ。さすがに怖い。っていうか怒りを通り越して笑えてきたよ。待ってよ。元はといえば当時が構ってくれないからでしょ。私だって当時が構ってくれていたら不倫なんてしなかったのに。不倫をした理由を俺のせいにすんなよ。確かに仕事が忙しいから寂しい思いをさせたと思う。でも休日は2人の時間にしていたし、不倫されるほどじゃなかった。結局お前は俺が悪いってことにしたいだけだろ。不倫したってだけでもドン引きなのに13人って。子供ができたとしても俺の子かわからない状態じゃないか。むしろ誰の子かわからないってことじゃないのか。ひどい。そんなこと言わないでよ。私の子供なら愛せるでしょ。そこは俺の子を妊娠するとは言わないんだな。正直今子供がいなくてほっとしたよ。なんでそんなこと言うの？他人の子を育てさせられている可能性もあったからだろ。俺はもう家に帰らない。しばらく実家に戻るわ。待ってよ。話し合いすらしないつもり？話し合いの余地すらないだろ。不倫だけでも嫌なのに13人って。実家に戻ると両親に驚かれました。一応事情を伝えると両親もドン引きした顔をしていましたね。母に関しては誰の子を育てさせられるかわからないから今すぐ離婚しなさいと青ざめた顔で言ってきました。俺自身に離婚の意思があることを伝えると両親はほっとしていましたね。もしかしたら離婚をしないと言い出すんじゃないかと不安だったんでしょう。まあそれだけ俺はアキホに惚れていたので両親がそう思うのも無理はありません。でもさすがに13人と不倫をしていることを知ってやり直すという選択肢はありませんでした。俺が実家に戻ったことでアキホは自分の両親に泣きついたのでしょう。不倫のことを隠したまま
俺が勝手に出て行ったと説明していたようです。その言葉を信じていた義父母からはものすごく責められましたね。でも事情を説明すると言葉を失っていました。そりゃそうでしょう。自分の娘が13人と不倫をしていたんですから。これでも俺は明穂とやり直さないといけませんかと聞くと、何も言わないまま電話を切られてしまいました。どうしてパパやママに不倫のことを話したの？おかげでものすごく怒られたんだよ。不倫のことを隠して俺のことを悪者にしていたくせに。だって親としては娘が不倫したなんて話は聞きたくないでしょ。だから当時には悪いかなって思っていたけど、不倫のことを隠して話をしたの。つまり自分が悪いとは思っていないってことだろ。本当に呆れるよ。俺はもう明穂とやり直すつもりはないから。どうしてそんなことを言うの？当時私のことを好きだって言ってくれたじゃない。不倫をされても変わらない愛情を持ってもらえると思っていたのか？本当に呆れる。確かに明穂のことは好きだったよ。でも13人と不倫されても変わらない愛情を持てるほどじゃない。そういう人を探しているなら俺以外を探してくれ。待ってよ、私は本当に当時のことが好きなんだよ。不倫はしたけど一番は当時なんだから。結婚した時点でその人にとっての一番はパートナーだろ。結婚後にも比較されるような存在にはなりたくない。もう俺は明穂の一番じゃなくていいよ。他に2番でも3番でもそいつらと仲良くやってくれ。たった1回の不倫も許してくれないの？いや、たった1回って言うけど13人だろ。それは1回でカウントできないだろ。もうしないって言ってるじゃない。それでも私の言うことを信じてくれないの？ちゃんと私は自分から13人と不倫してるって言ったんだよ。正直者でしょ？正直に言えば何でも許されると思ってんのか？正直に言えばいいってもんじゃないだろ。13人と同時に不倫をするって考え自体がもう気持ち悪いんだよ。それに正直に話したから許されるって考えも気持ち悪い。明穂はちょっと人とずれているところがありました。そういうところも可愛いと思っていたんですけどね。まさかこういうズレを見せてくるなんて思いませんでしたよ。両親も義父母もドン引きしているのに本人だけが分かっていません。きっとどうして許してもらえないのかすら分かっていないのでしょう。もしかしたら許さない俺たちの方が悪いと思っているのかもしれませんね。まあ明穂がどんなことを思っていてもどうでもいいですけどね。だってもう俺は明穂とやり直すつもりはないですから。明穂がどんなことを思っていてもそれを修正したいとは思いません。どうせこれからは他人になるんだし、勝手に思っておけばって感じです。ねえ、本当に離婚するの？私たちこれまでうまくやっていたでしょ。それをぶち壊したのは君だろ。許さない俺が悪いみたいに言うのはやめてくれよ。そんなことは言ってないでしょ。似たようなことは言っているじゃないか。俺はもう明穂とは別れるって言ってるんだ。原因は君だよ。自分が認めたくなくても原因は君だ。だからもう俺に関わらないでくれ。13人と不倫なんて気持ち悪い。どんな考えを持っていたらそんなことができるのか理解に苦しむよ。自分でもここまで冷たいことを言えるなんてびっくりでした。明穂に対してはいつも優しい自分でいたいと思っていたからです。もしかしたら俺は本能的な部分で明穂に対して優しくする価値のない人物だと思っているのかもしれません。自覚はないのですけど、自分でも驚くような言葉が出るってことはそういうことなんじゃないかなって思います。もう明穂とやり取りをするつもりはないよ。だってそうだろ、もう俺たちは他人になるんだから。待ってよ、ごめんなさい、もうしないから許して。遅いって。俺は明穂に地獄を見せてあげたいって思うくらいなんだから。でも明穂のその気持ちが本当なら、俺と離婚することが君にとって地獄になるのかな。本当に好きだったからこそ許せないんだよ。自分が何をしたのかこれから考えるといいよ。一人の時間はたっぷりとあるだろうから。その後俺は明穂をブロックしました。それからのことは弁護士に任せることにしたからです。元義父母が俺の実家に来て謝罪に来ました。
謝罪の言葉だけは受けましたが、許すとは言えませんでした。それほど13人と不倫されたことは俺の心を傷つけたからです。元義父母が言うには、明穂は部屋に閉じこもっているそうです。正直そんなことを聞かされても困ります。だってもう俺と明穂は他人なんですから。きっと元義父母の中には、同情した俺が明穂とやり直してくれることに期待をしていたのでしょう。でも顔色を変えない俺を見て諦めたようです。元義父母が帰っていくとき、もう来ないでくださいとだけ言いました。だって離婚したんだから、向こうの親が俺のところに来ることもおかしいですし。ちなみに慰謝料はしっかりともらいました。さすがに13人全員からではないですけどね。13人といっても会う頻度は人によって大きく変わっていたそうですから。明穂の分の慰謝料は元義父母が立て替えてくれました。でも正直お金をもらっても困るんですよね。お金をもらったからといって俺の気持ちがすっきりするわけではないですから。まあ一つのけじめってことなんでしょうけど、しばらく俺はまだ明穂のことを引きずりそうです。簡単に吹っ切られるほど軽い気持ちではなかったので。でもしばらく思いっきり落ち込もうと思います。思いっきり落ち込んだらしっかり立ち直って普段の生活に戻りたいですね。再婚に関してはまだ考えられないですけど、いつか縁があったらとは思っています。まあしばらくは仕事に打ち込んで、この悲しさを忘れることにしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。引き続き次の作品をご覧ください。新婚だって言うのにこんなことになってごめんね。私ってば、人の男が欲しくなっちゃうんですよ。そんなくだらない理由で許されるとでも思っているの？私から夫を、子供から父親を奪ったこと許さないから。そうやって自信たっぷりにできるのも今のうちなんだから。私があのことを知らないとでも思っているの？え？私の名前は光。今回はママ友千秋の話です。こちらがその千秋。私は結婚してまだ1年ほどです。子供が生まれて半年ほどなので結構忙しいです。私も職場復帰をして保育園に子供を預けるようになりました。ただ、今にして思えば、保育園に子供を預けなければよかったです。だってまさかあんなことになるなんて。それでは千秋とのやりとりをご覧ください。ねえ千秋、私に何か言うことはない？特にないけど。どうしたの？最近素敵な彼氏ができたって聞いたよ。もしかして、その人と結婚するとか？そういう噂が出てるの？やだな、そういう詮索されるのって。そうだね。私も人の詮索とか好きじゃないけど。あなたの相手が私の夫なら黙っていられないもの。人の夫に手を出して他のママ友に再婚をほのめかしてるんでしょ？気づいてたの？まだバレてないと思っていたんだけどな。ごめんね。私人の男が欲しくなっちゃうんですよ。悪いなって思っているんだけど、どうしても人の男に手を出すのがやめられないの。つまり反省も何もしていないってことね。バレた時はもう少し潮らしい態度を取るかと思っていたのに。だってバレているなら下手に隠しても仕方ないでしょ。それに光の旦那ってすっごくかっこいいじゃん。ああいう人が旦那だったらいいなって思ってさ、つい誘っちゃった。ごめんね。ごめんねって簡単な言葉で許されることだと思っているの？ママ友だと思っていたのにこんな裏切りをされるなんて。私はもともと男を探すためにママ友作っていただけだもん。は？人の夫を最初から奪うつもりだったってこと？そうだよ。下手な男を探すより誰かの旦那の方が楽でしょ。それに子供に対しても嫌がらないし、ある程度ママ友から旦那の情報を仕入れられるから見定めも楽だったし。信じられない。確かに千秋はいろいろと聞いてくるタイプでした。特に夫のことを聞いてくるので、こういう人なんだろうと思っていたんです。まさか自分の再婚のためにいろいろと情報を仕入れているなんて思わなかったので、千秋の言葉に唖然としてしまいました。こういう考えを持つ人だと思わなかったので、私自身も人を見る目がないといえばそうなってしまうんですけど、夫に不倫のことを問い詰めるとすぐに認めて謝ってきました。義父母にも話すと、子供が生まれたばかりなのに情けないと怒っていましたね。両親は離婚した方がいいと言ってきました。まだ子供も生まれたばかりで父親の顔なんて覚えられないでしょう。だから傷が最小限になるのではないかと私も考えていました。悩みに悩んで結局離婚を夫に言いました。
夫や義父母は反対してきましたけど、不倫をして離婚に反対できる権利があるとでもっと言ったら黙り込みましたね。産後半年ほどで不倫をするのだから、今後もきっと同じことをするだろうと考えました。そう考えたら夫がいない方がいいと思えるようになったのです。ただもらえるものはしっかりもらいますけどね。私たちは離婚することになったから。そうなんだ、ごめんね。光の代わりに私が幸せになるからさ。それは無理だと思うけど。ああ、慰謝料とか？ちゃんと払うよ。だって慰謝料くらい払ってあげないと光がかわいそうだからね。慰謝料はいつ振り込んでくれるの？こっちはもう離婚届を出すだけなんだけど。一日でも早く再婚したかったから嬉しい。あ、じゃあ今日にでも払うよ。そうそう、これからシングルになるんだから大変よ。そうやって挑発なんてしてこないでくれる？千秋が挑発してきても私がそれに乗ることはないから。バレてた？てっきり人の旦那を奪ったくせにとか言うのかなって期待していたんだけどな。これ以上あなたを楽しませるようなことなんてしない。ふーん、まあどうでもいいけど。今は振り込み手続きをしたから今日中には反映されるよ。そう、じゃあこれから離婚届を提出してくるね。てっきり支払いとか滞るかと思っていたからスムーズに進んでよかった。そこまでひどいことなんてしないって。だってこれから私は幸せになれるんだし。そのことなんだけど、夫、もう元夫になったのか。彼はあなたと再婚するつもりはないんですって。は？千秋ってば、私が何も知らないと思っていた。あなたが何をしてきたのかって保育園でも有名だったんだよ。どういうこと？さあどういうことだろう。反論してこないってことは何をしてきたかってことに心当たりがあるんでしょ？ないわよそんなもの。あなた詐欺罪で逮捕歴があるんだよね。しかも結婚詐欺、ネットでは有名人みたいじゃない。え？今の時代って便利だよね。何かしてネットに載ればそれが消えることはないんだから。結婚詐欺で逮捕された人だって知って、元夫もあなたと再婚する気がなくなったって言ってたよ。でも再婚自体あなたにしつこく言われていただけで、彼自身は乗り気じゃないみたいだったけどね。そんな、なんであのことがバレているのよ。誰も知り合いがいないところにわざわざ引っ越してきたのに。だからネットだって言ってるでしょ。あなた他のママ友からも毛嫌いされているのよ。その人が何気なくあなたの名前をネットで検索したんですって。そうしたら写真付きの記事が出てきたって言ってたよ。昔とは違ってネットニュースも豊富だし、あなたは自分がしたことから逃げられないのよ。そんな、ずいぶんと多くの人を騙したみたいだね。でもそれだけの人を騙して自分だけが幸せになるって都合が良すぎるんじゃないの？千秋は逮捕された時に10人の男性を騙していたそうです。お金を奪い用がなくなったらポイ捨てを繰り返していたみたいですね。彼女の子供はそのうちの誰かの子なのではないかとネットに書かれていました。ネットに書かれていたことなので本当かどうかは知りませんけどね。彼女がしたことで子供のことを聞くつもりはありません。子供に罪はないと思っていますから。ただ保育園では結構騒ぎになっていました。私の元夫と不倫をして私の家庭を離婚に追い込んだという噂が流れたのです。否定してもよかったんですが、事実なので肯定こそしなかったのですが、曖昧に言葉を濁しておきました。噂のせいで園長にも呼び出されたりしていて結構大変そうです。あんたのせいで保育園を辞めることになったじゃない。私のせい？千秋が私の元夫と不倫をしたからでしょ。それに噂だって事実じゃないの。事実を指摘されて人のせいにするなんてよくできるね。彼とも連絡が取れないのよ。 LINE もブロックされてるみたいで。そりゃそうでしょうね。だって結婚詐欺師と再婚なんて誰だって嫌だと思うよ。しかも改心しているならともかく反省の色なんて見られないし、自分のためなら人の家庭もめちゃくちゃにするなんて。私だって幸せになりたいのよ。そう思って何が悪いわけ？幸せになりたいって思うのは悪くないと思うよ。でも人の家庭をめちゃくちゃにしてまで思うようなことなの？本当に幸せになりたいなら人の家庭を壊すようなことは避けるでしょ。恨みを買うようなことなんて普通はしないだろうし。だってそっちの方が楽じゃない。そういう考えだから幸せになれないってまだわからないの？人の幸せを壊して自分が幸せになろうとしても無理なのよ。そんな考えだから幸せになれないんだってまだ気づかないのね。あなたの子供がかわいそうだよ。あなたに振り回されて幸せになれないんだから。
どっちにしても私はあなたと元夫を幸せにさせるつもりなんてなかったけどね。これくらいの仕返しくらいはさせてもらってもいいでしょ。そんな、人の家庭を壊しておいて幸せになる？ふざけたことを言うのもいい加減にしてくれない？あなたはそのまま地獄に落ちればいい。その後私は千秋をブロックしました。それからすぐに私は地元に戻ったので子供も保育園を変わりました。友達と離れ離れにさせるのはかわいそうだと思ったんですけどね。でも他のママたちの好奇の視線にさらされるのは耐えられませんでした。中には子供を使って聞いてくる下世話なママまでいましたし、人の家の不幸がそんなに楽しいのかとイラッとした部分もあります。まあでも他人なんてそんなものなのかなって思うようになりました。もう元夫や千秋に関することを知る人がいない場所にいるので、あんな苦労をすることもないですけどね。その後元夫は実家に戻ったそうですが、1年経たないうちに不倫をして離婚したということで、ご近所さんからも噂をされているそうです。元義父母なども世間体を気にするタイプだったので結構大変でしょうね。私の知ったことではありませんけど、千秋は誰にも頼れずに一人で苦労していると聞きました。彼女は両親からも縁を切られていて、孫なんて見たくないと実家に立ち入ることも禁止されているそうです。結局他のママ友たちの姿勢に耐えられずに別の保育園に転園したと聞いています。まあこれ以上関わるつもりはないので、彼女がどうなろうとどうでもいいですけど、今は振り回してしまった子供のためにしっかりと母親として愛情を注ぐこと、これしかできないと思っています。片親にはしてしまいましたけど、これまで以上の愛情を子供に注ぎたいです。本日もご視聴ありがとうございました。